これですかね。あ、星の跡か。うわぁ、ダメだ。わかんない。いけませんね。お城跡でしたね。はい。薄島城跡。薄島城跡は多田山丘陵東側に位置し、周囲は水田に囲まれ、平面形は東西約150メートルの楕円形を呈している。古くは湿地に囲まれた島であったとされている。薄島城跡の構造に関しては、中心の本曲輪とそれを囲む腰曲輪からなっており、戸口は西南面、中央一箇所のみであり、攻撃性は低く、まあ、出城としての機能を有していたと推測される。また、武蔵島城には次のような伝説がある。まあ、三浦、河内の神、まあ、金が武蔵島城を攻めたとき、この沼には大蛇が住んでおり、なかなか攻められずにいた。そこで、三浦の河内の神、は7つの石臼で毒を作り沼に投げ入れたため大蛇はいたたまれず西に脱出し城はたちまち落ちたという。武蔵島城は赤城南麓の戦国時代を解明する重要な文化財であることから町指定の文化財とした。まあこれね、まあ、伊勢崎市になってますけど市の指定史跡ですね。武蔵島城跡です。この縄張り図で行くとね、まあ、現在地はここなんで、ここを登っていくと、もう、まあ、お城のね、まあ、曲輪っていうかな。まあ、これがね、まあ、ここの登り口ですね。なんかここね、まあ、出口、小口が一箇所しかなくて、まあ、出城的なものだったとか。周りにはね、湿地帯。まあこういった感じだとまあ土井なのかなって気がしますよね。まあこういった感じの場所ですね。
ずいぶん高さはあるんですね。まあ、反対側までやってきました。へえ。はい、こちらがね、薄島城跡。このようになっております。ご視聴ありがとうございました。